おはようございます。おはよう。よいしょ。危な、ギリギリだった。前髪用のアイロン始めたのめっちゃギリギリだった。危ない。白飛びしちゃうんですけども、黒い服はなのに着ちゃうんですけど、これ持っとけばいいか。ついさっき夢に田中が出てきた。何してた？食べてた？じゃじゃじゃららんじゃらんじゃじゃん。ギリギリ6時50分でしょ。あぶねーあー喉も乾きました。まだのおなんだ飲み物も飲んでなかった。よいしょ。お姉ちゃんと散歩してた。おもろい。今起きたら配信始まった。運命だね。よいしょ。ちょっとミュートしようかな。ちょっと待って。よいしょ、まあ、いっか。よし、おはようございます。おはー。今週会えるの楽しみにして。もう今週なのか、やばすぎ。今週やば。3周年近いですね。近づいておりますね。大丈夫か。やばばばばだね。私まとめ字どこへ置いたんだろう。やばばばばだね。よいしょ。あった、まとめ字。まだ目半開きで見てる。よいしょよいしょ。昨日はお話かありがとうありがとう。あっという間すぎましたね、時間が。どこ行ったっけ。いや、楽屋ではなってない。もう楽屋ではその敷地、自分の敷地内にあるでもこのまつげコームめっちゃすぐなくす。ちょっと今なんか上まつげと下まつげがめっちゃ絡まってる感がすごいので、ちょっと解きたい。まつげコームすぐどっか行く、家の中で。よし、今日なんかほぼまつげとアイラインとかしかしてないけど、昨日より漏れてるアイシャドウせん方がいいんかな。よいしょ。トゥ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 ルトゥ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 。仕事行ってきます。いってらっしゃい。頑張れ。月曜日か今日。みんな仕事だ。頑張れ頑張れ頑張れ。ナチュラル盛り、本当にナチュラル盛り。なんかラメとかも一個も塗ってないけど、ナチュラル盛りしてますね。しかもなんかこれ久々に着た、なんか可愛いさ、なんか人たちがいっぱいいるやつ、この服。
もうなんかトレーナーというか長袖もう着ていい時期やなと思って嬉しい。無音さんさん指ハート、にゃい、元が可愛いガッツポーズしてしまった、嬉しい。ニヤニヤ、後ろ可愛い、そうこれ後ろ可愛いよ、見る見えんほほらいっぱい人がいる、いっぱい人がいるやつでございます。可愛いでしょ。ドド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 ド、めっちゃ可愛いの。私はこの中でニッチェの方に似てるキャラクターを見つけた。可愛いのよこれ。なんかこういうなんか前までなんかフリフリとかそういうなんかやつしか服持ってなかったけど、シティウ入ってなんかいろんなのを着るようになってからめっちゃこういうのとかを買うようになりました。かわいい、個性的でしょ。かわいいんですよねこれ。そうそう。アルミカンっていうコンビの人、そうなんだ。今のえニッチェのやつかですか。わあわあ確かに似てる髪が。似てた。仕事行ってきます。行ってらー行ってら行ってらー。でも私も今日はちょっと1時間はできないんですよね。35分ぐらいに終わります。確か受付そうだった、忘れてた、今日までだった。お話しかけつけ今日まで、で今日までだよ。びっくりマークめっちゃ出しとこう。よし、だよじゃなくてもうだになっちゃった。おはようよよう、おはようよよ。あパウンドケーキね、昨日帰って一切れだけ食べた。うん、なんかやっぱママが作るやつなんか美味しい気がするなんかあーって感じだったあーって感じだった。見た目はめっちゃいい感じでしたけど、あーって感じだった。やっぱ自分で作るお菓子とか料理ってあんま自分で美味しく感じんのかな。あーねって感じやったなんかお店でこれが売られとったら2回目は頼まんぐらいの感じだった信じてもらえてないみたいですがガチ恋した。本当に本当かな。じゃあ待っててくださいねパウンドケーキ、なんかやっぱ人が作るものの方が美味しいなってめっちゃ思ったんだよね。
これ焼けとんかなと思ったもん。いや焼けとんやけど。なんだよね。あら七時だ、行ってくる。今日も好き。行ってらー。ママに一口。ママバナナつかん。え、なんか、いや、なんか私はパウンドケーキのあのファサファサ感が好きなのに、なんかファサファサじゃなかったの。パウンドケーキってあのボソボソファサファサみたいなよりじゃないですか。なんかしっとりよりは、なんていう、そっちが食べたかったんだけど、なんか違かったですね。ちょっとなんか違かったから、そう、しっとり寄りだった。口の水分を持ってかれる感じが好きなんですけど、そう、むずーと思った。だーもうやっぱみんなが作った、ママが作ったものがいい。そう昨日の夜に頑張ろう、頑張ろう、おうおう、えいえい、おう。あ、本当、かぼちゃケーキ思ったよりしっとり。めっちゃ美味しそうだったけどね。かぼちゃを使う手があったかと思った。しっとりさせるの難しそう。あ、逆に優しいな。でもね、ちょっとやっぱまあ難しいやなと思った。うん、ちょっとでパウンド型はずっとあるけんさ、パウンドケーキ、パウンドケーキ作ってみるのいいかもなと思った。私チョコチップパウンドケーキとか好きなんですよね。だからちょっとそういうのも、まあでもママに作ってほしいですけどね、味的に。パウンドケーキマジ好きなんですよね。なんかよくママが、何だったっけな、なんかリラックマのパ形ってか顔か、顔のパウンドケーキ作ってくれててめっちゃ美味しかったんですよね。あれを食べたいですね、お母様。お母様無視だった無視だった。食べたいなと思っているんですけど、売れる、マジ、でも売れる見た目よ本当に。あれは、本当にしっとりしてる方が好きやから。食べてほしいけど、いや食べてほしくないわ。やっぱもっと、あと6回じゃないかな、10回ぐらいかな、10回ぐらい作ってから修行したやつを食べてほしいですね、みんなに。ちょっとね、あーって感じやったっけ、見た目と。なんかね、いやなんか違うよ本当に。なんかね、焼けてるって感じじゃない、マジ焼けとん、これ、って感じじゃない。なんかさ、これと思うよ、正解と思う、正解なん。私のバナナパウンドケーキが嫌いなの。いや私も嫌いなんかもしれん、じゃあ作ったけど。本当初めて一人で作ったりしては、全然見た目もいいし、うえー優しい、みんなママも優しい、優しい優しい。分量測って作りましたよ、昨日見てた配信。でもちゃんと測ってやったんだけど、全然美味しくない。あ、そうなん、でも食べていいよ。ただバナナが嫌い。そう、バナナ、バナナでしかないけん。バナナの加工品が嫌い。そうね、バナナ生で食べるのが一番美味しい。良、かったです。なんか、まあ、うん、うん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 、キッカラ系の配信ないもんね、この配信で。なんかそういう食べるっていうの、事前にみんなで同じ材料を揃えて天の声さんの料理教室配信、いいね、それちょっと有料にしたいけど私人のやつでちょっと有料にしたいけど、めっちゃいくないそれ。
ここから先のレシピはちょっと秘密、有料会員だけみたいな。最低。やりたいね。めっちゃいいね。クックパッドライブスペースアポやばい。え、おもろいね。楽しそう。やりたい。いいんじゃないですかね。なんか絶妙な値段設定にしてやったら絶妙な。なんかよくさ、カフェのさ飲み物とかでもさ、なんか600円700円、うわちょっと高いけどいや買っちゃうぐらいな、900円ぐらいまでも買っちゃうってなるけど、1600円とかになるといや変わんなってなるけど、そなんか絶妙なとこにして。そうメインママなんですよ。味見係、私。モザイクでお願いします。手元だけ映すカメラで。めっちゃおもろい。天の声さんならお金出す。じゃあ1人5万円ぐらいにしようかな。じゃあ、まあ、10人ぐらいは来てくれると思うと、ああ。ああいいですね。いいと思います。ぼったくりすぎるけど大丈夫そう。あ、ミホリングッズ持ってたら割引。そうですね、ミホリン推しでミホリングッズを最低3つ以上持っていたら、まあ3万円にはしましょう。じゃあそうするよ。ありますかみんな。キッチンスタジオ、そうだね、お家のちょっとキッチンじゃ狭いもんね。キッチンスタジオ借りようかね。そういうことを考えるとやっぱ1人5万円は妥当かなと。いいと思います。で最後は私味見の時間だけ出てくる。ちゃんとって感じでいいんじゃない。やってくれんかな。もうそれこそママの企画なんだけど。こぼした、両サイドから出てきた。味見で登場。アシスタントいります？いつもママになんか料理しちゃうとき手伝おうかって言っても、いや大丈夫って言われるんやけど、いる？大丈夫って言われるけど、どう？そこんとこどう？よいしょ。あ、大丈夫が見たいから一旦出てみたいな。おもろい。そうしようかね。じゃあファンの人的にそこに立ってるだけで、ああなるほどね。おもろい。付き添い。おさむかわいい。じゃんじゃらららん。味見係田中美穂。楽しそう。でも料理をしとるのを見るのは好きなんよ。だけど YouTube とかでも結構見たりするけど、やりた。別の部署やけど、ちょっとあのゲストで、あの田中美穂さんと田中美穂さんのお母さんは絶対セットでみたいな感じでちょっと紹介しとって。よろしく頼む。やりたい。ゆうぴょんハートありがとう。やりたい。私も料理できるようになりたいけどね。なんかそのなんか材料に何が入ってるか当てるとかできそうだけど、どうですかね。やるとしたら何作る？そう、どうしますかね。ご飯系一つとデザート系一つとかかな。
ママのおかずで一番美味しそう。ああ、誰がママの味に近いか比べる。いいと思う。それいい。それ楽しそう。優勝者決めようじゃん。それで。いいと思う。同じ材料でやってもやっぱ同じようにはいかんのかな。料理はなんかおかず系とかはいきそうだけど、まあまあ。なんか、スイーツ難しそうだよね。同じ材料でも。混ぜ具合とかでなんか変わりそうだから。めっちゃやりたいんだけど、絶対叶わんと思うんやけど、めっちゃやりたいんやけど。お、初訪問の方おはようございます。おもろいね。あ、仕事行ってきます。行ってらっしゃい。抽選で数名は現地。おもろ、やりた。てかその食べ物の話してたらお腹空いてきたから、お腹伸ばそう。めっちゃ鳴ってる今。審査員で参加ダメです。私だけなので審査員。そして他の人には食べさせないので、私が全部食べたいので、空腹で待ってると思うんで私は。うー、お腹すいた。今日も早起きしたしね。でも昨日もね、早寝したからね、全然ね苦痛じゃなかった早起きしたのが。昨日10時半までには寝た気がするんだよね。だから10時20何分とかに お布団に入ったような気がして、結構なんかベッド入っていつも YouTube とか見るけど、 YouTube 見よる途中にもうこうなってきたから、もう消して寝たんだよね多分。だからめっちゃ寝れた。7時間は寝れてるよね。6時に起きたんで、めっちゃいい睡眠だ。いい睡眠だ。夢も見なかったし、めっちゃ快眠。いいでしょ、偉いでしょ、早寝早起き。寝るタイミングが分からなくなった。え、大丈夫？ずっと寝てる。寝な。寝な寝な。いや寝てるよね、ほんと。寝るの大切。いい感じだもん。コンディションいいです。テンションも。おはよう、元気。おはー。元気元気。でも声ガスガス。昨日もお話し会終わって喉がやられてたから、で今日はまた朝だからより一層喉が死んでます。理想の睡眠時間そんな別ないけど、6時間以上とかかな。昨日もなんか寝言で笑い言った。え、怖っ。夢見てないよ。でもなんか幽霊でも取り付いとんじゃん。あ、そういう笑い、うふふみたいな。あ、そういうこと。なんやろ、夢の中でも配信しとんかな。なんなんかな。え、夢見てないって。見てないよ。だからなんなの、なんなの。見てるんやって。見てない。夢は見てないけど、笑い声って調べよう。寝言。眠っているのに声を出して笑うって人がいる。これは病気なんでしょうかって相談してる人おるよ。大丈夫。大丈夫やろ。自律神経の乱れ。やめてくれ。
絶対ないやろ、絶対違うやろ、やめてよね。睡眠中のあなたは笑っていませんか。レム睡眠。いや大丈夫かな大丈夫かな。50代60代の男性に多く見られるやけど、やめてくれやめてくれ。どっちにも50代60代にもかかってないし、男性でもないし、どういうことどういうこと。ひどい場合は病院へとか、やめてよね怖い、やめてよね。大丈夫私やばくない、怖怖すぎ。改善する方法、これ違うわからん。なんなんかね、寝てる時に笑い声、これなんかよくわからんこれは一見楽しそうなことですが、心配になることはないのでしょうか。どうなのでしょう。家族の睡眠まで妨げることにつながってしまうため、早めに対処するようにしましょう。でも夢を見とったとしても笑っとるのはなんかあれらしいけど、謎めいて。運転免許いっぱい持ってるから運転してる夢が多い。すごい。でも私もなんか5回ぐらい運転免許ないのにのやつを夢で見て、なんかすっごいぐしゃぐしゃに運転して死にかけてる夢を5回ぐらい見たことある。結構見たことある。だから本当に怖すぎて、なんかもうその夢ではなんかもうすでに運転席にいるんですよ。なんか運転席に入るとかじゃなくてもういるの最初から。怖いやめっちゃで、どう頑張ってもぐしゃぐしゃに運転になるの。めちゃくちゃ怖すぎるもん。でも夢の中であまたこれやみたいになるんよ。なのに終わらんの、めっちゃ怖いん。なんか暴れ回って起きる。なんか夢から覚めたすぎて覚めろって感じで起きる。めっちゃ怖い。そう何回か見たことありますね。これはなんなんやろ車を運転する夢。いやもうぐしゃぐしゃ、ほんとぐしゃぐしゃ。うまく運転できない夢かな。あ、運転免許がないのに運転する夢あった。ちょっと最悪、やめようこれやめよう。あるよね夢の中で。そうこの夢またやん最悪ってなること。でめっちゃ覚めたくてもがく、だけどなかなか起きれないの。もう苦しすぎるその夢。結構無免許みたいな夢見てる人多いんだけど、
みんな一緒なんだね。一緒なのね。はい。車。結構いた。ブレーキが効かない夢やば。怖すぎる。本当にもう終わったって感じでしかないよね。ヘビに追いかけられる夢怖っ。私も謎の物体に追いかけられる夢とか見たことある。結構見たことある。何回か。怖っ。車で。めっちゃ怖いやん。疲れてる時にそういう、私疲れることしてないのにね。最近は見てないけど、車でもこっち来てから車を運転する夢見たよ何回か。なんでな、何かから逃げてる夢。さあ危な。みほりんの助手席は、ずっとね、私も車運転したくないと思ったもん。そういうのを見ることによりめっちゃ怖いもんだって。暴走するよ。それな、気になった夢を調べると大体悪い夢。本当にやめてくれ。本当にやだよね。ボコボコにされた夢から覚めたら筋肉痛だったか。すごい、まさ夢になっとるやん、ある意味。怖っ。マジか。運動神経と運転技術比例する。でも STU の中であればSTU の中であれば、あ、まだあの9位ぐらい。まあうちのうなうなが1位なんですけどうちのうなの1位なんですけど、まああの9位ぐらいではある。あのどうかなどうかな。まあでも学校のだと、学校のそういうあの運動のテストとかだとちょっと下の方だったんですけどちょっと下の方だったんですけど、どういうことそうなの。 STU STU 中だったらまあまあいいですよ これじゃあれかな、運転もあれかなみんなダンスできるのに。なんかダンスと運動神経はなんかちょっと、なんかちょっと違う、若干違うみたいな。昔なんかダンス教室に体験に行った時に知った。そう、私体験しか行ったことない。ダンス教室習うということはもう通うということが嫌でできんかったけど。そうなの、意外とさ、なんか順位的にはマシなんだよね。私なんでと思ったもん、運動神経悪いのに。なんだよね。パッ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 、おはたなかみほ、おはー。今日朝ごはん何食べようかな。本当体力ないとあんなに公園で踊れない。ありがとう。もうなんかやるしかないっていうか、もうステージ上に出てしまってるから、もう体が動いちゃうというかな気がする。みんな運動神経いい人がダンスうまいってわけじゃないけど、自分のものにした時はすごい。マジ評論の本当、自分のものにできているかしら最近。どうかしら、
あ、美穂田中ちゃんやん。夏を、夏を、夏を、夏希のこと。夏をって誰？運動できる顔。本当に言ってる？顔だけで言うと確かに言われるんですけど、顔だけだと全然ね、あれなんですけどね。いや、まあできるってことにしとこう。おはよう。おはおはー、みんな、おはー、おはおはおはお。声がガスガスすぎる。ドゥ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 ルル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 。今この曲歌ったらガスガスすぎても不安でしかない。幸せとはどこに存在するのか。ほらガスガスだ。ガスガスガスコ。あ、夏男はなっちゃんのダンスオーキャラ。はあ、なるほどね。夏男かっこいいよね。あと私はリコチの、リコチのダンスオーキャラの名前なんだったっけな、もうめっちゃ好きだったけど。あ、リスケだ、リスケ。めっちゃかっこよかった。めっちゃ最高って思った。え、あとミリアちゃんも好きだった。ミリアちゃんとリスケさんが同時期ぐらいに見かけてかっこいいと思った。めっちゃ。あれは普通に女の子だとしても普通に付き合える。普通に彼氏というか彼女というかできる。と思った。みほが男装したらどんな名前？なくない？み、み、みほないよね。みも取れんし、ほも取れんし、なんかむずくない？なんだろう、なんだろう。田中で行こう。上だけね。みほたはめっちゃダサいじゃん。もうたはやばいじゃん、なんか。しかもみほた、なんか。みほ、みほ、みほ、みよ。でみよって女の子で多いよね、名前。めっちゃむずくない？みほはマジ、みほはやばい。みほ、みほないよね。田中でいっか。田中でいっか。田中くんでいっか。みほでいいんじゃない？ガチ？本当に言ってる？おかしいやろ。太郎、え、おかしいやろ。おかしかろうが。本当にみよって男の名前だったらかっこいい？じゃあいいかな。じゃあいいかな。みほよりはマシ。みほ。みほって呼びようのか、みほって呼びようのか。よくわからん。みほうって名前の、いや、みほうはおらんやろ。みほう、アレクサンドロスみほ。やばいやばい、どうしたん。なんかミドルネームみたいなのできてるけど。謎。でもあの男装のウィッグ似合わんかったから男装せん。なんかね、昨日のあの JK も本当は男装しようと思ったんですよね。男子高校生でパーカー着てみたいなしようと思ったんだけど、ちょっとねウィッグが似合わんかった、やめました。チャッチャララチャッチャララチャッチャララチャッチャ。前にカニサワさんの男装にいいねしてた。いやーよく覚えてますね。多分してたかもしんない。でもなんかアイドルさんの男装で調べて、誰だったかな、めっちゃかっこいい乃木坂さんの
メンバーさんめっちゃかっこいい、アンピニューかっこいいスイート送ったんだよね。普通にこれは男の子としていけるよっていうかっこいい人がいたんだよね。アンピじゃないかな、セリカセリカセリカかな、セリカですね。あ、乃木坂の若様が過去にやってるのがめっちゃかっこよくって、ちょっと後で見てみてくださいね。めちゃめちゃかっこよすぎて強かった、若月さん。なんか男子高校生のやつみたいな、画像しか見てないんですけど、めっちゃかっこよかった。あとマイアンさんもかっこよかったです。見てみてください。めっちゃかっこよかった。若通ってた。うわあ。うわあ。めっちゃかっこよかった。見てみてください。私も全然知らないんですけど、若様のことについて。うん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 。っていうの？そうなの？確かにナチュラルにイケメンなのはハブちゃん。それな、それなすぎる。でも菅井様のお相手だから菅井様のお相手で、前から昔からハブちゃんと映画見てきたよとか見てるから確かにアニメ好きでド天然なのギャップ強すぎる。それな、最高すぎやろ。髪切って成功してる、大成功のパターンです。岡田奈々さんとかもそうですけど、めっちゃね、かっちょええかっちょええ、かっちょいい人ばっかりや。かっちょいい女の子が多いと男の子困りますね。大変じゃね。あ、もうそんなことを話してたらもう終わる時間になってきたんですね。ってことでランキング読んでいきたいと思います。まーすまーす。ではいきまーす。22位のみほりんさんはメランコリックさん、そして13位は中田奈さん、12位ルイさん、11位リーツさん、10位キャスパーダイス大くんさん、9位ジトクさん、8位オレリーさん、7位ガッチさん、6位カンちゃん、5位モッチョさん、4位竹まつるさん、3位デサイズハートさん、2位納豆鈴一さん、そして第1位は大地さんでした。ありがとうございました。はい、ということでこの後は皆さんもお仕事などなどなど頑張ってください。私も今日も一日頑張っていきたいと思います。あとは今日までのオンラインお話し会の受付もお待ちしております。昨日ちょっとしか話せなかったっていう方もここでたくさん話す機会をゲットしてください。てなわけで最後にじゃんけんして終わります。最初はグー、じゃんけんチョキン、ありがとうございました。ではまたねー。